私はニューロサイエンス創薬ユニットで働いております。特にアルツハイマー病ですとかパーキンソン病といった神経変性疾患の創薬パイプラインの創出というところが責任範囲となっています。他者と差別化できるような薬ですとか、まだ誰もが提案したことないような新しいテーマというところを目指して、画期的な薬を見出すというところを目標にしています。私は武田に入社してからここ20年間ずっと非臨床の創薬研究に携わっています。武田の中では、日本だけではなく、アメリカの、臨床部門、バイオバーカ部門の方々と一緒に仕事をすることもありますし、非臨床部門の中でも、アメリカの非臨床研究者と一緒に仕事を進めることもあります。同じ目標に向かっているという点では、成功経験も共有できるというところで、一人ではなくチームで何かを作り上げていけるというところが創薬の面白さだと思います。グローバルでさらに活躍するためにはという点では、聞くだけではなく自分の意見を相手に理解してもらう、主張するというところが非常に大事だと思っています。自分の意見はこうですということをはっきり相手に理解してもらうまで伝えるというような強い意志がチームプレーの中では大事かなと思いますし。集団で新しく何かを作り変えるというようなことを意識した行動、それから発言というところが重視されているのかなと思います。グローバルで活躍するというところも経験なくして突然できるわけではないので、一番いいのは自分が従事しているプロジェクトでグローバルチームに入ってものを作り上げていく、創薬研究を進めていくというところが非常に有効かと思います。困った時には横にいるような形で寄り添う形で進められたらなと思っています。趣味の時間はピアノを練習しています。子供が2歳ぐらいの時からやっているので、約今で5年になります。で子供も習い始めているので、一緒の先生に見ていただいて、土曜日にいつも練習に行っています。やっぱり子供は毎日同じようにはいかないので、職場の理解というところも非常に大事だと思います。武田薬品ではかなりお互いサポートしながら進めることができてるんじゃないかなと思いますし、チームでやるということのメリットを十分に活かせば、女性だからとかお子さんがいるからというところはかなりそのリスク、もしくはその問題にならないような仕事の仕方ができるんじゃないかなと思います。私の場合はここは自分の時間に使おうと思ったところをあらかじめ自分の時間として確保する調整時間というところを作るっていうところが、私のやってる方法です。自分で振り返るっていうところが時間を確保できないとだんだん流していくだけになってしまうので、ちょっと自分のために時間を使うっていうところの枠を確保するっていうのが一つ大事かなと思います。研究開発重視というところの会社はやはり多くはないと思いますし、この貴重な機会をいかに長期的に維持していくかというところは、やはりその武田薬品から創薬開発候補品を出すということを継続するしかないんじゃないかなと思っていますし、長期的に取り組みながら一つ一つを丁寧に進めていくことが武田薬品の研究開発中心のビジネスモデル、それから社員の価値観というところが受け継がれるのではないかなと思います。